サレンティーノは、イタリア共和国トレンティーノアルトアディジェ州、ボルツァーノ自治県にある、人口約7200人の基礎自治体。中央には、同盟の渓谷があり、サレンティーネアルプスの中心でもある。住民はほぼ独占的に、ドイツ語を母語とする人々である。ボルツァーノに、近いにもかかわらず、現在までその強い伝統が保たれている。 これは1950年代まで通行しにくく時々山崩れで通行不能になる道のおかげである。ボルツァーノへの道が通行不能の時はレノン方面に谷を出る。ビッピテの方面のペンネス峠は雪や雪崩の危険がない夏が安全である。バルドゥルナにあるサンマルティーノではリフトがあるスキー場がある。標高1570メートルのバルドゥルナの頂上には 同盟の集落と湖がある。またサレンティーノはアルトアディジェで一番面積の大きなコムーネである。ボルツァーノ、南チロル自治県地図隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、サレンティーノには以下の分離集落がある。2011年に行われた住民がドイツ語、イタリア語、ラディン語のいずれの言語集団に属するかの調査によれば住民の 約98%がドイツ語話者である。ありがとうございます。